皆さん、みんなの日本語クラスへようこそ。今日も一緒に頑張りましょうね。皆さん、こんにちは。この前、敬語を勉強しましたよね。ちゃんと覚えました?早速、チェックしてみましょう。なんだか出そう。もうすぐ出そう。ドレミファプププ。うわー!好、那今天呢、我们要继续来学习敬语相关的知识。首先来看一下今天绘画中将要出现的重点表达吧。第一个，表示几年级几班的何々年何々組。为了读起来方便，我们就先填一个数字进去，比如三年二班，三年二組，三年二組，三年二組。大家可以回想一下，你以前上学的时候是在几年几班呢？如果要套进去的话，要怎么说呢？不过啊，大家要注意一点，組如果前面接数字的话，那就是读作組；如果是接数字以外的东西，比如字母啦、汉字啦，那么它要读作組。比如日本有一部从1979年开始陆陆续续播放的校园教育电视剧，叫做《三年 B 組金八先生》。讲的是三年 B 班的坂本金八老师和学生们的故事，大家经常在动漫《银魂》中看到的三年 Z 組金八先生的小剧场呢，用的就是这个梗。那这里的三年 Z 組里面的组字就要读作 組。 好，下一个词是では。ではでは意思是那么。其实老师很早以前就跟大家讲过哦，では就是じゃ的礼貌说法。そうじゃありません。说得更礼貌更正式一些就是そうではありません。这个还没有忘记吧。好，我们继续下一个是出します。出します。出します。字典型出す。出す是出る相对应的他动词。那以前我们学过发烧可以说成是熱が出る对吧。那今天我们就要学习发烧的另一种说法，熱を出す。注意这里助词的使用哦，熱が出る、熱を出す，都是发烧，用哪个都是可以的。好，接下来是一句话，よろしくお伝えください。よろしくお伝えください。よろしくお伝えください。我们先来看。お伝えください。这是我们刚学的句型何々てください的敬语表达对吧。お伝えください其实就是伝えてください。请转达什么什么。那转达的内容呢就是前面的よろしく。所以这句话合起来意思就是请代我向某人问好。如果具体要加上人名的话，比如说请代我向 Yuka 老师问好。那么就可以在人名后面加上助词に，然后套进句子里。ゆか先生によろしくお伝えください。这样呢就是请代我向ゆか先生问好的意思。说到这儿啊，老师想问一句。大家觉得这句よろしくお伝えください请代我问好一般会用在什么样的情况下呢？可能一般会用在你见不到想要当面问好的人，所以请人代为转达对吧。比如说你打电话给妻子的娘家，是丈母娘接的电话。说完正事以后，你大概会礼貌地说一句，请代我向老丈人问好。お父さんによろしくお伝えください。瞧，这样用是不是很自然呢？再说一个老师用过的真实例子。我有个好朋友在京都上学。那有一天呢，那个朋友对我说，他周末要去大阪看望我们以前的外教老师。我不禁就对他说了一句，记得代我向老师问好哦。先生によろしくね。瞧，这种情况也是很适合的。啊，对了，忘了告诉大家，誰誰によろしくお伝えください。这句话是比较恭敬的说法。那如果是朋友之间，有一个最简单的说法就是誰誰によろしく，也是代我向某人问好的意思。这个表达也可以记下来哦。那其实老师说了这么多呢，想要表达的是，大家在学到一个新的表达的时候，
不要记一下句子的意思呢就把它过了，最好是能够多想一想，我可以在什么样的情况下用上这句话呢？我曾经碰到过怎么样的场景是可以使用这句话的呢？每次多想一想，以后你真正要用上这句话的时候就更容易想起来了。老师以前学习的时候就是这样做的哦，算是一个学习的小窍门吧，希望大家也可以多试一试。好，接下来也是一句话，失礼いたします。失礼いたします。失礼いたします。我告辞了。这句话的意思和失礼します是一样的，不过语气上更加谦逊礼貌一些，所以如果对方是需要尊敬的对象的话，用失礼いたします则更能表达我们心中的敬意哦。好，最后一个是虚构的学校名称，ひまわり小学校。ひまわり小学校。ひまわり是日语中向日葵的意思，这个单词啊其实很好记，ひ就是太阳，まわり就是围着转的意思，围着太阳转的花不就是向日葵吗？而且蜡笔小新的妹妹小葵的日文名就是ひまわり，记不住这个单词的同学去把蜡笔小新看一百遍吧。 Yes， 最后跟老师来读一读课后阅读文中的生词，讲师，講師，講師，很多的，众多的，多くの，多くの，作品，作品，作品，获奖，受賞します，受賞します，世界性的，世界的に，世界的に，作家，作家，作家。です的尊他语，でいらっしゃいます，でいらっしゃいます。长子，長男，長男。障碍，障碍物，障害，障害。持っています的尊他语，お持ちです，お持ちです。作曲，作曲，作曲。活动，行动，活動，活動。那么，それでは，それでは。日本作家大江健三郎，大江健三郎，大江健三郎。东京大学，東京大学，東京大学。ノーベル文学奖，ノーベル文学賞，ノーベル文学賞。好，来看今天的绘画。よろしくお伝えください，请代我问好。上节课我们学习了向公司请假的方法，对吧？那今天我们要学习的是学生党的福利，教你如何伪装成家长向学校请假。啊，不对，是教你如何向学校请假。好，先来看一下视频，让クララさん给我们做个示范吧。ひまわり小学校です。おはようございます。5年2組のハンス・シュミットの母ですが、伊藤先生はいらっしゃいますか？まだなんですが。では伊藤先生に伝えていただきたいんですが。はい、何でしょうか？実はハンスが昨夜熱を出しまして、今朝もまだ下がらないんです。それはいけませんね。それで今日は学校を休ませますので、
先生によろしくお伝えください。わかりました。どうぞお大事に。失礼いたします。老实说，我一开始看视频的时候，老师的内心经历了多次反复的斗争。哇，终于有个外国的少年出现了。啊嘞，不过汉斯根不是小学生吗？怎么长得这么高大？啊嘞，怎么是汉斯根给学校打电话？啊嘞嘞嘞，居然不是汉斯根，是克拉拉桑。克拉拉桑这个打扮也太少年了，有没有？害我以为是有美少年登场呢。咱呢？好了，不吐槽了。咱们来看一下克拉拉桑和老师的对话。首先，老师接起了电话。嗨，ひまわり小学校です。你好，这里是向日葵小学。克拉拉桑首先问候道。おはようございます。5年2組のハンス・シュミットの母ですが、伊藤先生はいらっしゃいますか？早上好，我是5年2班的汉斯·休密特的妈妈。请问伊藤老师在吗？大家注意哦，克拉拉桑自我介绍的时候是自称5年2組のハンス・シュミットの母です。我们以前说过，お母さん其实是一个尊称，用在自己身上的时候啊，最好是使用非尊称的母，显得比较得体哦。好，接下来，伊藤先生はいらっしゃいますか？这里的いらっしゃる是哪个词的尊他语呢？いる，对吧？其实是伊藤先生はいますか？伊藤老师在吗？的意思。日本的家长和老师之间啊，使用敬语还是比较多的，所以克拉拉桑和这位老师之间也是用了比较多的敬语表达。好，我们继续往下看。接电话的老师四处张望了一下，回答道：まだなんですが。まだ是还没的意思。まだなんです是向对方说明还没有来。然后呢，是用了ですが的表达，其实是省略了后半句。您有什么事儿啊？于是克拉拉桑说道：“では伊藤先生に伝えていただきたいんですが。”では是じゃ的礼貌说法，那么的意思。伊藤先生に伝える，转告伊藤老师。句型何何ていただきたいんですが，是我们学过的非常礼貌的请求对方做某事的表达。连起来，那么。您能帮我转告伊藤老师一件事吗？老师回答：嗨，なんでしょうか？好的，什么事呢？なんでしょうか是なんですか的礼貌说法哦。実はハンスが昨夜熱を出しまして、今朝もまだ下がらないんです。実は其实ハンスが昨夜汉斯昨天晚上熱を出しまして发烧了。今朝も今天早上也まだ下がらないんです还没有降下来。大家注意看这个熱を出しまして这个表达我们好像还是第一次见哦，不过啊，其实还是很好理解的，就是中顿型的动词て型的礼貌说法，也可以理解为是把熱を出します变成了て型，就成了熱を出しまして。如果是在面对尊敬的人，想要好好的用敬语来讲话的话，就可以把自己的话里表示中顿的て型都改为なになにまして，这样会显得更加礼貌哦。好，接下来老师附和道：それはいけませんね。这句话咱们也是学过的，那可不行啊的意思，这是对对方的情况表示担忧的一句话。クララさん接着说道：それで今日は学校を休ませますので、先生によろしくお伝えください。それで是因此，所以今日は今天学校を休ませますので什么什么ので是表示原因，对吧？学校を休ませる就是学校を休む的实义态，翻译过来就是让某人不去上学，让某人向学校请假。那这个某人是谁呢？是ハンス，对吧？接下来先生によろしくお伝えください。这句话如果按照我们刚才在单词表里所学的理解为带我向老师问好，就会比较奇怪了。实际上这里应该理解为
请代我转告老师会更好一些。大家可以这样记一下，如果よろしくお伝えください单独出现的话，那就是请代我问好。如果这句话前面出现了一个希望对方转达的具体内容的话，那么就请理解为请代我转告什么什么。这样说大家明白了吗？好，那クララさん的整句话翻译过来就是，所以今天我就让汉斯休息了，请代为转告伊藤老师。接电话的老师回应道，わかりました，我明白了，どうぞお大事に，请多多保重。虽然说お大事に是对病人的问候语，那对病人的家属呢也是可以使用的，用于表达关切之情嘛。最后クララさん准备挂电话了，失礼いたします，那我挂了。我们非常熟悉的失礼します这句话不仅可以用于告辞的时候，也可以用于挂电话之前哦。而失礼いたします呢，则要比失礼します更加礼貌，这个大家可以有个印象。好，那绘画文的分解呢就到这里，跟着老师来读一下绘画文吧。はい、ひまわり小学校です。おはようございます。5年2組のハンス・シュミットの母ですが、伊藤先生はいらっしゃいますか？まだなんですが。では伊藤先生に伝えていただきたいんですが。はい、何でしょうか。実はハンスが夕べ熱を出しまして、今朝もまだ下がらないんです。それはいけませんね。それで今日は学校を休ませますので、先生によろしくお伝えください。わかりました、どうぞお大事に。失礼いたします。接下来呢，老师想跟大家聊一聊日语句子中文体的统一和句子的一贯性的问题。我们学过日语里有敬体和简体，对吧？那如果你决定对 A 说话要使用敬体的话，那么你就得从头到尾都使用敬体，不能前一句话敬体，后一句话简体，这样的话文体就不统一了，会给人非常奇怪的感觉。比如，私はこの料理が一番好きです。すごく美味しいの。瞧，前面的句子使用的是敬体什么什么 this， 而后面的句子用的是简体美味しいの。这样的话就会给人很奇怪的感觉，你这个人说话怎么一会儿这个一会儿那个，你到底是要闹哪样啊？要么就都说敬体，要么就都说简体，混在一起很奇怪的。不只是说话，写文章也是一样的，一般来说都要遵循文体统一的原则，这一点大家千万要注意。另外，我们刚刚学过的敬语也是一样的。如果你决定对他说敬语，那么从头到尾都要使用敬语，而且在一个句子中能用敬语的成分，比如动词、名词、副词、形容词等等，能用上敬语的最好都用敬语。比如，部長の奥さんも一緒に行きます。部长的夫人也一起去。改成敬语的话，最好是说，部長の奥様もご一緒に行かれます。瞧，我们最好是把前面的奥さん、一緒に都改为敬语的奥様、ご一緒に。这样的话，句子就有一种平衡感，不会显得头重脚轻。如果你只改动动词，用一个行かれます，而前面都用一般的礼貌体的话，就会给人一种不太和谐的感觉。大家明白了吗？另外，再跟大家说明一下另一个大家可能会迷惑的问题。是不是句子中使用了敬语就非得用敬体来表达呢？我们来假设这样一个场景，你跟同事们在一块喝酒，一个同事突然说道，部长打电话来说他也要来。你吃惊地说，诶，部長もいらっしゃいますか？诶，部长也要来吗？这是场景一。场景二，你去好朋友家里玩，突然好朋友告诉你，你所尊敬的一位老师很快也要来。你吃惊地说道，え、先生もいらっしゃるの？え、老师也来吗？怎么样，大家知道老师想说什么了吗？大家发现这两个句子的差别没有？第一个句子我们用了敬体，对吧？用的是什么什么 must 来结尾的，而第二个句子我们用了简体。但是这两个句子中都出现了いらっしゃる这个敬语，那为什么会有文体的差别呢？其实是这样的，部長和先生都是我所尊敬的人，所以呢，这个いらっしゃる其实是对应部長和先生的行为的。而你在说话时使用的文体，
表现出来的其实是你跟听话人之间的关系。你跟同事是工作伙伴关系，也许私下里不那么熟，所以对他说话呢，可能用敬体比较好。いらっしゃいますか？而你跟朋友之间就不用那么多礼数了，所以就不用ですます，用简体就可以了。いらっしゃるの？所以啊，句子中出现敬语，不一定这个句子就非得要用敬体哦。到底用敬体还是简体，是依据你跟听话人的关系所决定的。大家明白了吗？よし、それでは少し休みましょう。なんだか出そう、もうすぐ出そう。ドレミファプププ、うわあ！接下来是拓展学习部分。今天我们要来跟 Yuka 老师学习一下電話のかけ方，打电话的方式。主要会学到一些打电话时可能用到的常用语。一起来读一读吧。電話のかけ方。もしもし、何々さんのお宅でいらっしゃいますか？はい、何々でございます。私、何々と申しますが、何々さんはいらっしゃいますか？いいえ、違います。あ、失礼しました。はい、ちょっとお待ちください。もしもし、何々ですが。何々は外出中ですが。あ、そうですか。伝言をお願いできますか？はい、どうぞ。では、すみませんが、会議は10時に始まるとお伝えください。はい、わかりました。何々を出かけておりますが、何時頃お帰りになりますか？ 10 時頃になると思いますが、では、その頃またお電話します。そうですか。失礼します。ゆか、こんにちは。こんにちは。私この間携帯なくしてね、友達の電話番号も全部なくなった。ゆかの番号もなくしちゃったから、もう一度教えてもらえる？あ、いいですよ。でもなくした携帯はもう戻ってこないんですか？そうですね、なくした直後に自分の携帯に何回か電話してみたんだけど、誰も出てくれなかった。もう少し経ってもう一回かけてみたら、電源が入ってないって。あー、これは返す気ないなーって諦めるしかなかった。でも他の人の携帯を拾っても使えないでしょ？使えるんだよ。中国の携帯は番号とつながってる電話カードを入れないと使えない。この電話カードは身分登録しなくても買うことができる。だからもし他の人の携帯を拾ったら、中のカードを入れ替えれば OK。
日本では電話番号は携帯自体につながっているから、拾った携帯に番号を変えることができないんですよ。その方がいいね。どうせ使えないから返してくれるんだよね。そうですね。あ、でも調査によると、日本で携帯をなくした場合は、取り戻す確率は 96% 以上もあるそうですよ。すごいね。私、3回も携帯をなくしたんだけど、取り戻した確率は 0% だよ。誰も返してくれない。それは残念ですね。あ、携帯の話をすれば、ずっと気になってたことがある。何ですか？まず、中国では電話もメールも、相手の電話番号だけを知ってればいい。日本では電話するときは電話番号、メールするときはメールアドレスだよね。そうですね。最初はメアドだけ聞いて、後から仲良くなったら電話番号を聞くって感じですね。もちろん最初で全部聞く人もいますよ。そうなんだ。あとドラマで見たんだけど、番号を交換するときは番号を聞くんじゃなくて、相手の携帯にこう近づけて赤外線とかなんとか使って番号交換するよね。あれって今も使ってる？ああ、そっか。中国には赤外線ないんですよね。あれ便利ですよ。すごい赤外線。赤外線するだけでその人のデータが自動的にピッて入るんですよ。ああ、そうなんだ。あとメールするとき、ゆかは絵文字をよく使う方？日本にいた時は割とよく使ってました。でも中国の携帯は絵文字があんまり入ってないと思うんですけど、あんまりなんか使ってる人とかも見たことないです。そうそう、中国の携帯はほとんど絵文字がついてないよ。でも逆にない方がいいかも。絵文字の使い方なんか微妙だから。私ももう使わないのに慣れてきちゃいました。あとスマホが出る前に、私日系の携帯がすごく好きで欲しかったなと思った。あの時折りたたみ式携帯がすごく流行ってたよね。あ、そうでしたね。それに携帯にストラップいっぱいつけてましたね、あの時って。あ、懐かしい。今はほとんどスマホですね。そうね、スマホは便利だけど、どのスマホもみんな似てるからちょっとつまらないなと思ってる。確かに、もっと個性的なスマホが出てもいいですよね。皆さんはどんな携帯使ってるんですか？教えてくださいね。はい、じゃあ今日はここまでにします。皆さんバイバイ。 好、終于到复习的环节了。首先跟着老师来大声朗读单词。勤めます。会社に勤めます。休みます。かけます。椅子にかけます。過ごします。寄ります。銀行に寄ります。いらっしゃいます。召し上がります。おっしゃいます。なさいます。ご覧になります。ご存知です。挨拶、灰皿、旅館、会場、バス停、貿易、何々様、帰りに、たまに、ちっとも、遠慮なく、何年何組、では、出します。熱を出します。よろしくお伝えください。失礼いたします。ひまわり小学校。続いては文法の復習です。つまり敬語の復習ですね。今天我们主要来复习一下日语中的敬语。准确的说是敬语中尊他语的部分。在这里再次向大家强调一下日语的敬语的分类。日语的敬语大致可以分为三类。第一类是尊敬語，尊他语。尊他语就是抬高别人，给别人戴高帽子，以达到表示敬意的目的。所以都是用于你所尊敬的对象、所相关的事物、所涉及的动作等等。第二种是謙遜語，自谦语。这个我们会在下节课重点学习。
自谦语说白了就是贬低自己，以达到表达对对方敬意的目的。由于重点在于贬低自己，所以自谦语一般都会用在和自己相关的事物或者自己的行为上。第三种是丁寧語，礼貌语，也就是大家非常熟悉的何々です何々ます。用礼貌体说话可以表达对听话人最基本的礼貌。好，那我们接下来集中总结一下尊他语的相关表达，希望大家在下一课之前一定要牢牢记住这些，不然到时候自谦语的表达也混进来，就很容易产生混乱了，搞不清楚哪个是尊他哪个是自谦咯。所以希望大家今天就要把尊他语的几个表达牢牢记住了。 Yes， 我们接下来就系统的讲一讲尊他语的东西。首先，名词、动词、形容词、副词等等，只要是跟我们所尊敬的人所相关的事物或者表达，都可以变成尊他语的形式。动词变成尊他语，我们上节课学过了，可以变成三段式的表达，对吧？而其他的像是名词啦、副词啦、形容词啦，都统一在前面加上哦或者过就可以了。一般来说，日本原来就有的固有词，还有日本自己造的一些汉字词，会在词头加哦，比如お国、お元気、お忙しい。如果是从中国引进的汉字词，词头一般加ご，比如ご意見、ご説明、ご家族等等。好，那这是动词以外的词变成敬语表达的一般做法。来，我们来重点复习一下动词的三段式敬语。动词变成敬语，按照敬意从低到高，一般有三种变化方法。首先是尊敬程度比较低的第一种，把动词部分变成被动态，其他成分不做改变。比如ともちゃんは来週日本へ行きます。这是最基本的礼貌语的表达，我们把它变成尊他语。ゆか先生は来週日本へ行かれます。不过大家要注意了，动词被动态它的用法比较多，所以大家以后看到一个句子里有动词被动态的话，需要花点时间结合语境和前后文判断一下是它的哪种用法再进行理解哦。好，接下来是敬意程度有所提高的第二段。第二段的变形啊，要区分一下情况，如果是一类动词和二类动词，把动词变成 must 形，然后去掉 must， 在前面加上 o， 在后面加上 になる，变成哦什么什么になる的形式。如果是三类动词，则在词干的前面加語，后面加になる。比如読む、お読みになる、決める、お決めになる、利用する、ご利用になる。啊，对了，像是見る、切る这种变形后只剩下一个音节的动词，是不能使用第二段敬语表达的哦。最后是敬意程度和第二段不差多少的第三段敬语，特殊敬语。我们日常生活中经常用到的一些动词，很多都是有自己特有的敬语说法的，这些就是特殊敬语。接下来跟老师一起朗读一下我们本课学习的最最常用的一些特殊敬语吧。見る、ご覧になる、食べる、飲む、召し上がる、行く、来る、いる、いらっしゃる、する、なさる、言う、おっしゃる、知っています、ご存知です。好，以上呢就是敬语的三段式了，请大家在学习下节课之前尽快把它们熟悉起来哦。最后，我们再来复习一下何々てください的更进一步的敬语表达方式，表示请什么什么。套用这个句型时，也要把动词分类一下，一类动词和二类动词，把动词变成 must 形，然后去掉 must， 前面加上 お， 后面加 ください， 变成 お 什么什么 ください 的形式。三类动词则保留词干，前面加上 ご， 后面加 ください， ご 什么什么 ください。 这个变形的规律和第二段敬语 お 什么什么になる很像，对不对？比如待つ、お待ちください、伝える、お伝えください、紹介する、ご紹介ください、
补充一下，这个表达也不能用于見る、聞る这种变形以后只剩下一个音节的动词哦。よし、敬语中尊他语的表达我们就学到这儿。这些句型是敬语中最基础最核心的骨架部分，希望大家能够牢牢掌握它们。よし、ではちょっと練習しましょう。なんだか出そう、もうすぐ出そう、ドレミファプププ、うわぁ。好，最后是歌曲环节啦，不知道大家是不是每节课都像老师一样期待最后的歌曲欣赏呢？不过歌词中一般很少出现敬语的表达的，找来找去啊，只有一些超级老的演歌了，所以老师决定今天就不局限于歌词中是否含有敬语，而是推荐一首自己最近喜欢听的歌给大家。今天给大家推荐的是高杉さとみ，高山里美的百恋歌，百恋歌。这首歌听上去很古风，让老师不禁想起了以前玩仙剑的时候呢。希望大家也喜欢哦。さあ、聞いてください。百恋歌。これが恋だと知りました。川を流れる花でした。追いかけても手が届かない薄紅の花でした。あやなす空走る夕立、遠ざかる蝉しぐれ、人は誰も振り返る、泣いて